それでではは皆さんこんこにちは私は女性受賞おめでとうございます本日これよりグループディスカッションが行われますのでそれに先立ちまして学校で実践研究を効果的に進めていくことに関わってですねこれまでの先人といいますかこの女性を受けられた学校の中で見られたこととかもご紹介しつつ この点をあの最初にあの皆さんと確認していきたいというふうに思っております。え限られた時間ではございますけれども、えどうぞよろしくお願いいたします。あのまずですね、学校で実践研究に取り組む場合なんですけれども、あの本日4月27日です。で、えー、あの学校で申請が出されたときは前年度ですね。 で前年度っていうことはあのひょっとしたら移動も行われていることもありえ学校で取り組んでいく時に当初のえ体制ではないっていうこともえ考えられますそうなった時に意外にあの忘れがちなんですけれどもあのまあえ学校の,あの教員組織を見ていただいてメンバーを見ていただいてまあ当初目的そのものをまあ進めていくのに まあ実際にこの体制でいけるのかちょっと修正がいるのか等についてはやはりあの考えていく必要があるような気はしております。これはあの本当にあの え誰であっても研究を進めていくのに協力してくれるとか実際に出しているのでそれに関わってみんなが協力するのは当然だと思ってしまうかもしれませんけども4月に来られた方々にとってみたらそれはあのそうとも限らなかったりしますのでその辺もこう見越しまして実際にあのこれから進めていくときにやっぱりあのこのメンバーでやっていけるのかとかですね実際にあのどのような体制を進めたらいいのかっていうこととかをやっぱりあのしっかりと考えていく必要があるんではないかなと。 ここ最近あの、新任の方も増えているという自治体も多いかと思いますでその場合にやっぱりあのこういうのを進めていくときに新任の方々がやはり5月6月と迎えると、まあ、学校での、えー、求めているのは分かるけれども。 それどこしじゃなくて自分の学級を何とかしなきゃいけないとかですね自分の授業を何とかしなきゃいけないっていう関心がやっぱり目の前に現れてきますとそれどころしではなくなってくるっていうことでそこから全体が少しずつこう、えーえー、ずれ始めるっていうことが起こったりするのも過去あの。 ご相談も受けましたし見てまいりましししたた見ていりですので意外にですねあの当たり前かもしれませんけども移動されているこの4月以降実際に学校の中で当初計画したことを進めていくのに体制は大丈夫かっていうことをやはりちょその点を見つめながらあれこのあとグループディスカッションの中でもうちの学校ではこういうことっていうことを考えるときにですねメンバーも頭に浮かべながら進めていかれるのがまず一つ大事じゃないかなというふうに思っております。こののあ一つ 申し上げますで少しちょっと絵が小さくて申し訳ないんですけれども、えー、本日の,あの封筒の中にも27年度28年度のお取り組みで、えー、かなりあの優れた取り組みとして表されたお取り組みが印刷されたりとかしておりますが。 そこには載っていませんけれども実際にこの点を少し学びながら考えていったらいいんじゃないかっていうところを少し23紹介させていただく中でこの後のグループディスカッションにつなげていただけたらと思っています報告書のフォーマットの中でも実際にテーマ等の後に代表的な取り組みの例示っていう形とかがよくございますこの研究そのもの,の目的とか背景とかですねそういうことが書かれた後に実際に その取り組みとしてどのような取り組みが典型としてなされたのかということを分かりやすくまとめていただいておりますそれを見るとやはりそのそ目的に沿って実際に力点を置かれた取り組みというのが非常に分かりやすく書かれている場合それで写真等を明示されている場合もあれば 狙いとちょっと違うような形の例示があったりするときもありますのでその整合性を考えたときにはやはりあの、えー、と代表的な取り組みとしてはやっぱりそれに目的に合った形での取り組みの例がやはり示されていることが、えー、他の方々がご覧になるときにも整合性があるので非常に大事なんじゃないかなというふうに思っていますあのこちらの学校様ではその辺が非常にあの整合性がありましたのであの取り上げさせていただいておりますまたあの、えー 取り組みの狙いがどのように達成されたかを見るために事、まあ、事前事後のの生徒の意識変容を見ているっていうこともございますこれもほとんどのところでよくされるわけなんですけれどもやはりあの、えー、実際にはその取り組みに関わって取り組みの成果を見ていく場合にもしあの、えー、とその取り組みによって生徒さんたちの意識が変わったっていうことを見ることでこの取り組みを評価していこうとされるんであれば。 そういったことに関わってのはやはりあの事前事後内視あの取り組みの経過での評価が必要になってくると思います。これもあの案外あの当たり前なんですけれども忘れてしまいがちなのは変化っていうのはスタートがあるから変化が見えるのでどの時点から実際にスタートするのかとでそのスタート時点の子どもたちの状況とか意識とかが明らかになってないと。 実際にあの変化を見ようと思っても結果を出してもですね最初からそうだったんじゃないかと言われたらそれまでになってしまうのでやはりあの4月からスタートということではなくてどの時点からスタートするのかということを明確にしてその時点でのスタートの意識の状況であればそれをやっぱ掴んでおく。 で取り組みが終わった後にそれに関わっての意識の状況をつかんでおくその中でのえ、えー、差ですねそこからやはり何が言えるのかっていうことをやっぱり語っていくことがあの大事じゃないかなというふうに思ってます、まあ、そういった点あの女性を受けられた学校様の報告を見ますと大概あるわけですけども、まあ、この後もまたお話があるかと思いますので一旦たん学ばせていただいたことを述べさせていただきました。 あのさらによく言えばあの取り組みの評価をする時にはえ実際にあの何が生きたかってことをやっぱ見ておくことが大事だと思うんですけれども。あの 先生方がですね学校で子どもさんたちにある取り組みをしたでその取り組みがどの取り組みが聞いたのかっていうことがあのじやっていながら案外聞かれてないことが結構ございました要はあのその取り組みを通じて子どもたちが何を感じたかということについては内容としてその取り組んだことがを通じて自分は何を学んだのかとかどういう意識が変わったのか出てるんですけども。 どんな取り組みが子どもたちに受けたのかっていうか引き受けてもらったのかっていうことは案外聞いてないので取り組みの評価が若干しづらいっていうのがあります。そこままでどうせであれれば聞いておかれますと えとどの取り組みがやはり子どもたちにとっては非常に有益であったのかということも評価できますので同じ意識調査する時もその聞く中身と取り組みの関係もやはり書かれている成果の評価だけじゃなく取り組みの評価もするわけですのでその点をやはりあの明確にされておいた方がいいんではないかなと思います。で2つ目でですけどもこちらのの学校様の方ではあの、えー そうですねまた同じように、えー、代表的な取り組みの例示がされてそれは非常に整合性のあるあの、えー、興味深い、えー、取り組みがされた形があの非常にあの視覚的にも、えー、文章的にも分かりやすく明示されておりました、えー、さらにですね取り組みの狙いがどのように達成されたかを見るためにあの事前事後の行動の変容も見ておりましたあの先ほどは意識の変容を見ていたんですけどもテーマ狙いによってはある力が 力を支えたいというのであればその力が実際どう育ったのか行動がどう変わったのかということを見ていくそうなりますと意識調査だけではなくて行動の変容ということもやはりしっかりと捉えていくことがあるのではないかなというふうに思っております。 まああの意識の変容はあの本当にあのそれを予想はさせますけどもあの意識は変わったけど行動が変わらないっていうこともあ,のあったりしますのでもしあの学校のテーマがある力をつけるとかですねだからそれについて興味関心を持つというよりは何かができるとか分かるとかいうことを出すんであればそれに関わっての直接的なそういった行動変容に関するやっぱり評価っていうものが大事になってくるんじゃないかなっていうふうに思ってます。 えそれで言いますと狙った意識の変容と行動の変容がまあど,のどの取り組みからそのようにつながったかまで考えていかれるともっといいのではないかなと思っておりますこの学校様の場合にはえこの行動の変容だけではなくて意識の変容も調査されてるんですねでただあのそれはそれぞれで終わってるのであの子どもの意識とのが変わったことと実際に行動が変わったことがどうつながっているのかとかですね それに関わってどんな取り組みが効いたのかっていう形についてもやはりもう一言入ってこられるとさらに研究がもっと伝わるそういったところが感じさせていただいております。で3つ目ですねこちらの学校様の場合にはさらに子どもたちにある力をつけるとか意識が変わるということに加えて 教員組織が変わっていくっていうかですねそういった形をこう求めていく研究をされていらっしゃいましたその時には当然ですけれどもあの子どもたちがどう変わったのかっていうことに加えて先生方がやはりどう変わったのかっていうことを見ていくことになるかと思いますでそれに関わりまして取り組みの狙いがどのように達成されたかを見るためのまあ経過ごとの児童の意識変容を見ているっていうことともう一つは 取り組みの狙いがどのように達成されたかを見るために経過ごとの教員の意識の変容を見るっていう形でこの学校は進められてて1回目に対して2回目子どもたちの意識はどう変わり先生方も1回目に対して2回目どう変わりっていう形を見てらっしゃいました。ななるほどなと思っててまして特に 1>, 1回目課題となった先生方が意識してこれが課題だなと思っていることを次には改善点として明確にしてそれに取り組むとで取り組んだ結果として実際に2回目の時にはそれは変わっていくとで先生方の意識もそれによって変わっていくっていうことを見ようとされてて非常にあのなるほどなと思って見せていただきましたただですねあのえと児童の意識の変化と教員の意識の変化のその関係についての考察がやっぱりそこを息切れされているのか 別々でこうさせて終わってるのでやっぱりあの子どもたちの意識の変化と先生方の意識の変化がま起こったことの関わりについてやっぱり捉えていくことが重要かと思いましてそれにはやっぱりどんな取り組みが子どもたちにも聞き先生方にとってもそれが聞いたと感じられたのかっていうことをやっぱ取っておかないと関係が語れないっていうのがあるのかなと思いました。 またあの教育の在り方に向けてとていうテーマですので、えー、組織への働きかけが何が効果的だったのかということもやっぱり聞いていくのが大事かなと思いましたね。あの学校でそういう在り方に、えー、取り組んだとそれによってあの教員の方々も変わっていくという学校が成長していく教員が成長していくということを求めるのであれば単体の個々人の先生方だけではなくて組織的な取り組みとして何が効いたのか。 ですのでリードされている先生方が組織に関わってそれを導いていく上である仕掛けを行ったとそうしたらその仕掛けがやっぱり他の先生方に聞いたかどうかっていうことを見ていく必要がありそうなるとやっぱりあのこういう研修とかこういう振り返りとかああいったものが役立ったとかいうことを聞いておかないと。 その辺についても組織的働きかけとして何が効いたのかということがなかなか伝わらないということがございますそこまでこう表現されていかれるとあのきっとされてると思うんですけどもちょっと読み取れなかっただからそういうところがあるともっといいのかなというふうに思いましたで以上の点ちょっと簡単にまとめますと,、えー、と成果に関する行動変容に関する評価っていうのがまず1つあります、えー、狙いが本当にあの、えー、子どもたちのある 行動を変えたい力をつけたいとかいう形になってた時には。 成果の評価として子どもたちの行動がどう変わったのかということを見ていくということがある、それがあの先ほどの2番目の実践の中ではあったわけですけれども、もう1つは成果に関する意識の変容に関する評価ということで、子どもたちが興味関心を持つとか、それに代わって意識が変わっていくことを見ていこうということを狙いであれば、やはりその成果に関してえ実際ですね、どういうふうに変わったのかということを見ていくことがまあ大事になっていくかなというふうに思っています。でえ まあこれ、ちょっと仮になんですけども狙いが本当に子どもたちにある力をつけるということであれば成果の評価に関する行動変容は直接評価として考えられるんじゃないかなと思いますね直接的にそれは変わったかどうかを見ていると。もう一方で それに関わって意識もどう変わったのかということを合わせて見ていくのであれば成果に対する間接評価ということで意識がどう変わったのかということを見ていき直接と間接の両方から成果がどうであったのかということを考えていくことになるんだと思います。ただそれははっきり言えば子どもたちね。それに取り組まれた子どもたちがどう思ったかどういうふうに行動が変わったのかって見ていることを 示しているのが成果の評価ですけれども、その成果の評価の結果を使いながら取り組みとして何が生きたのかっていうことを見ていくことが出てくると思います。それが取り組みに対する評価になります。大きく言いますと、だから成果に関する評価と取り組みの評価っていうのがあって。 成果というのは対象になっている子どもたちであれば子どもたちがどう変わったのかそれが行動変容なのか意識変容なのか両方なのかというのがありますしそういった行動変容意識変容を起こさせたことは何だったのかというのが取り組みの評価になりますのでその取り組みそのものがどうであったのかということを考えていくことになるんだと思いますそういったことがこれまでの27年28年の報告書を見るとそう書いてはいないけども こういった点が少し優れたところから読み取れますのでこれからグループディスカッション始める前に少し共有しようと思って取り上げさせていただきました絵で描くとこんな感じですね成果の評価に関しては直接評価と間接評価があって、まあ、あの今回もしある力をつけるということを狙うんであれば直接的なところはまあ行動変容みたいなことを見ていくからなんですけども意識はそれに関わってさらに補うという意味で間接という表現をしております。 さらにそれらの評価を通じて取り組みがどういうふうに変わったのかということを取り組みの何が効いたのかということを見ていく上で取り組みの評価っていうのがあるということでこれまでそれを取り上げてご説明させていただいた次第ですこういったことを通じて基本的には子どもたちが変わっていくことに教員がそして学校が関わったそれによってその何が基本的にはやっぱり生きたのかっていうことを 教学校で共有していくことで組織力アップにそれがつないでいきますしブラッシュアップにつないでいくとでそれを通じてまた次の取り組みに向かっていき子どもたちのまた成果を見ていく子どもに対する成果を見ていくっていうそういったルーティンが描かれるんじゃないかなと思っておりますこれはあの補足的なんですけれどもまあこれはあの今申し上げたことは学力学習状況調査に関わっても多くの自治体がされているのを見てもやっぱり似たようなことをされているので。 あの学力学習状況調査でまあいわゆるあの学力に関する調査の部分と子どもたちの学習状況に関する調査がありますよね。でそういったものをこう2つこう見比べながら実際にうちの学校の子どもたちはどんな課題があるのかなうちの自治体の子たちはどんな課題があるのかなということを感じ実際にそれらに関わって直接 あの読解力が弱ければ読解力についてちょっと指導を入れていこうかとかいう時には直接的にその力に対して取り組みをしていくことになりますしもう一方でよく見てますとあの直接もやりますがやはりあの えとある取り組み X みたいなものをやっぱり企画してそれを通じて教職員の,あの、えー、意識をこう高めていくとか子ども理解を高めていくみたいな形をやることで学校全体の雰囲気を作っていって結果としてそれが学力に跳ね返るみたいな形をやっているところも結構ございましたでそれで捉えますと本当に狙っていることを直接狙っていく取り組みもあればその狙っていく取り組みそのものに関わって間接的に聞くような取り組みを、まあ、仕掛けていくと。 まあ教員の,あのどちらかというと雰囲気作りをしていったりで実際にそれについての値打ちを感じたり子ども理解を高めたり授業力を高めたりみたいな形が結果としてそのことで士気が高まっていく中で、えー、学校全体の雰囲気が上がるとそういった中で先生方が自信を持たれより前に進んでいくときに、えー、最初から目指していた読解力みたいなものにもそこが間接的に影響を及ぼしてくるとだからあのいわゆるあの読解力だけだっと攻めていく場合も上がるんですけど一過性で えー、すぐあ、えー、と時間が経つと薄れていくわけですけど組織の力をパワーアップしておきますと実際にそれがあの効いていくという姿を見てきましたのでそういった点も考えた上ではやはり直接狙うこともありますけど間接的にですねあのもう一方で取り組みも間接的に狙っていくところが重要になってくるのかなと思いました。 で評価をする際の留意点ですけれども、まあ、抑える点につきましては、先ほども申し上げましたけれども、児童・生徒が行った取り組みを終えたときに、どのような成果が得られたと言えるか、それを説明するには、しつこいようですけれども、スタート時点の状況を把握できていないと、その成果については語りにくいので、それはやはりあの、えーと、評価デザインをしておく必要があると思います。で、難しい点は、その取り組みによって、その成果が得られたことを説明する際に、一般化して述べることはそんな容易ではないので、 ですので、ある限定の中でこういうことが言えるみたいな形になっていくんじゃないかなと思っております。また、成果を評価する場合は評価設計が重要でまた時間を要しますのでその点は難しい点ですけどもこれからグループディスカッションの中でも考えながら進めていっていただければと思います。 で取り組み全体としてなかなかあの一般化できない部分の場合には,やはり個人の変容をケースとして評価したりとかやりあのこんな環境下の中ですとこういうことが見えたということでその条件説の中で語られることを言っていかれると,あの、えー、っと説得力も少し上がるんではないかなと思っております。えー、っと以上上述べてまままいいりしししたちょっと最後にちょっとややこしい話を申し上げますけども ICT を活用した教育の取り組みでよく見られる姿で負のスパイラルに入ってしまう学校と正のスパイラルに向かう学校というのがございました負のスパイラルの時にはこういったことをやるときにその職員の皆さんのメンタルのところに自分で努力すればいいんじゃないのとかですね今までのやり方でいいんじゃないかと自分で精一杯なんだと新たに取り組んでも成功しないんじゃないかという,こうマインドがあるとですね 上の構造の部分ですね、教員があの教育官あの上の構造の部分にもそこが影響して、えー、と教員が教育官を互いに主張し合ったりとか、取り組む人とそうでない人が分断されてたりとか、結局、研究が管理職と研究主任だけで行ってるとか、研修の時間とか場がないという文句が出てくるみたいな構造が出てきます。メンタルががその構造を支えててしまうみたいなのが起こってくると あのえー、と現状としてです、ね、あのパターンとしてどんなことが起こるかというと ICT の活用自体が目的になっていて本来そうじゃないだろうみたいなところが、えー、起こってくるてで取り組める不安と疑問が頻発してきて意味あるんですかという声が出てくるでまた、職員が疲弊している雰囲気が出来上がるです、ね。 あ,のあとは現状分析がうまくできないみたいなことがあり一過性でちょっと成果があってもすぐ廃れるみたいな形が負のスパイラルにああの置かれている学校でよく見られるそれをまあ打開していく時には真ん中のようなちょっと評算モデルで書きましたけどその辺の緑の取り組みをちょっと入れてきますと,、えー、と青のような形でちょっと変わっていくっていうところが見られました。 まああの、えー、そろそろ時間が参りましたので、やっぱり負のスパイラルに陥らないためにあの何をしていく必要があるのかということをちょっと見つめていただきながらあの進めていただければというふうに思っております。やはりあの人が動くときっていうのは目的に意味を感じるときですし。 信頼関係がありますし、やっぱりあのちょっとのことの手応えが人を動かすというか、ですねだからあの大きい目標を立てるというよりは、ちょっとのところで成果があるということをやっぱりはっきりとみんなで共有していきながら、お互い褒め合い、相互尊重し、子どもたちにもその成果を伝えると、子どもも頑張り、先生方もいい雰囲気が出来上がってくるというのが、過去性のスパイラルに上がっていくときにはよく見られた傾向でした。まとめです あの学校での実践研究を効果的に進めていくためにはやっぱり現状を見つめる機会の設定をやっぱりしっかりしていく必要があると思いますので4月、人事異動もありましたあの実際、学校どうなのかということをやっぱりしっかり見つめ子どもたちの状況についても改めて見つめてみるのが大事かなとで次に目標の明確化、これも当たり前ですけど行いたいことをいっぱいあっても主従関係を明確にした方がいいと思います。これはメイン これれはそれのサブという形と形かを考えていくであとは実践スケジュールということをやっぱりしっかりと確認しておくっていうことが大事だと思いますで今日も時間取りましたけど評価計画をしっかり立てるっていうことで成果の評価と取り組みの評価そしてまたあのそれについてどういうふうにやっていくかということを明確にするで教員総合がお互いを知るような仕掛けっていうことを作り雰囲気を作っていくで教員の自信や専門性に火をつけるように それぞれのあの持ち味っていうことを活かしてもらいながらですけれども、手応えを感じるように成果物を作成したり、相互評価したり、また前向きの政策をしてもらうっていう形が大事かなと思います。でもし PDC a がどうも機能しないときは、やはり目標目標修正を意識していく必要があるというふうに思ってます。あのこうぐるぐるっと回って目標がこう変わっていきながらこう変わっていくとは思うんですけれども、その変わっていくことに関わって、えー、実際にあの。 その考え方自体もエラーしている場合には、ちょっと先ほどのところにもありましたけど、やっぱりダブルループって考え方がありますけれども、既存の枠組み、当たり前と思っているところからちょっと見直すみたいな形も大事になってくるのかなというふうに思います。時間が参りました、ちょっと簡単ではございますけれども、先人の皆さんの研究から学ばせていただいたことを報告させていただきましたごご清聴どううもありがとうございました。